俺参上。というわけで今回は最初からマジでクライマックスです。どうして？倒したはずなのに、どうして街にネビーが溢れ出したの？このままじゃ街のみんなが危ない。お願いダスティ、今度こそ全力出してよ。にゃ。エピソード11、硬い肌。なんで復活してるの？数も増えてるし、どうすれば。巨大ネビーを倒せ。あそこの巨大ネビーさんがこの取り巻くネビーさんたちの中心核というわけで、こいつを倒せば周りのやつらも全部消滅するんじゃないかという安直な考え。大丈夫か？でも重力は回復してますから、だいぶ滞在時間も長い。攻撃してみっか。ほんと硬い肌、硬い硬いキトンちゃんの足でたらけってやるよ。ほんとにもう、あら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 、待てよ、一回ちょっと体勢を立て直して、ここだ、やってやるぜ。グラビティタイツオン in 台湾。これで周りのネビーさんたちを一掃してみましょう。よし、だいぶ綺麗になったんじゃないか。お、キトン大丈夫か？ネビーが減るどころかどんどん増えてるぞ。分かってる、絶対ネビーを倒す。でもどうすれば、もう限界ギリギリなのに。さあどうするのか。あ、もう真上にも飛んでるんだけど、本当にもう悠々自適によ。よいしょ。さてと、全然いるんだけど、張り付いてる張り付いてる、本当にもう怖いぐらい張り付いてるんだけど、本当にもうどうしよう、これのどうしよう、言葉もちぐはぐだよ本当に。あ、強い、助かった。でも一体誰なの？見たことがない船。我々はヘキサビル防衛軍特務隊である。重力使いは我々の援護のもと、重力防御メインタワーに救う巨大ネビーを狙え。防衛軍特務隊、一緒に戦ってくれるのね。メインタワーの巨大ネビー、あいつのことね。メインタワーの巨大ネビーを倒せ。他の周りの取り巻くネビーさんたちは、あの軍隊さんたちがバシバシ叩いてくれるので、僕たちはこの本丸を狙えということでしょ。あーだだ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 、このなんか殻なのか、この爪か、これを壊さなければならないのか。あ、一応アタックできるじゃないですか。なんかビシバシ弾幕のように飛んでくるんだけど、ネビーさんの攻撃がこいつは痛いぜ。やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、負けられない、私も頑張らなくちゃ。これを壊さないとこの爪、マニキュアかな、マニキュアかな、付け爪かな、これ攻撃しなければいけない。さあ、だだ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 、まあ、必殺技も回復しました。そんなことをしていると、あ、下の体力ゲージが徐々に減ってきているのを僕は確認した今。ということは少しでも今日くら、あ、ちょっと待て待て待て、もうこれ以上食らわなくなってきた。ちょっと一回重力を解いて、重力グラブ解いて、ああ一回解いて、よしよしよし、回復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 、一回回復、下降りすぎ。ちくしょう、やってやるぜ、メイドイン台湾。やっぱこいつが一番かもしれんな。よいしょ。さあ張り付いてるやつら、どんどんと攻撃していってください。まだ生きてるな。ここだ、いやよしよしよし。さあどんどんと倒せていってますよ。とっ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 と、もう行き過ぎ、ほんともう攻撃されすぎ、張り付いてます。ここだ、よし。さあ動きがあったようだぞ。開いた、これであいつを倒せる。さあ開いたらこっちの門ですよと言わんばかりに蹴り込むぜ。あーくそのタイミングよく閉まるか。周りにウリス、ウニさんも取り巻いてますから、こちらもちょっと倒しておきましょうか。この人たちはボスの体力には関係ないと。なるほど、あくまでこの目ん玉を壊さないといけない。グラビティタイゾンがいけるぞ。待てよ待てよ待てよ、ここは久しぶりにもやってみるか。あれをいけ、
食らってるか食らってるか、うーん微妙だったな、微妙っすね。痛えなもうよ、痛えなもうよ、おめえら本当にもう。それより体力回復、体力回復せんとあかんけんね。さあやってやるぜ。いやー違う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 、さあ食らわしてやるぜ、トクトミオ。やっぱ微妙っすね、微妙っすね。やっぱこう蹴りでやっぱ攻撃するのが一番ちょっと攻撃してる感がありますから、地道にこうやって攻撃していくしか。待て待て待て、体力が危ない、体力体力回復、体力回復、ここでゲームオーバーになるわけにはいかんぞ。さすがにここまでやってきて、あ一回これ解いて、そこの真下にありますから、はい取った、よしよし取った、取ったもん勝ちだもん。でこっち側にもありましたありました、これでだいぶまた戦えるようになったぞ。やってやるぜ、やってやるです。さあ悠長に構えてるのも今のうちだぜ。ああ絞るのが早いね本当に。ああ閉店時間がもう早くてね。いやダメだ、爪に当たってしまいます。ここだ、当たってくれ、よいしょ。ああ早く逃げて逃げて逃げて、もうバシバシ飛んできますから近くにいたら。ああてめえらよ、ブンブン飛んで、本当にもうブンブン飛んで、よしよし止まって止まって、ここだ、あったれ、よいしょ。逃げて逃げて逃げて、はい回復回復。さあもう一撃やってみましょうか、グラッティタイフォン、グラッティのか大丈夫なんですかね。よしよしミリ単位になってきてますよと。さあここら辺でもうとどめといきましょうや、当たらない当たらない当たらないよドラえもん。くそくそ、ここで行くしかない行くしかない、飛べ飛べ飛べ、フェイタルムーブ、タッチしたもん勝ち、よし勝った。君が重力操作能力者のキトゥンだな、私はこの部隊の指揮官ユーリ・グノーである。あはい、はじめましてユーリさん、君のことは軍でもいろいろ調べさせてもらった。実は我々は日々悪化し続けるネビー被害の対策を講じ、次期体制では正式な形で防衛部隊を発足することになっている。その際はキトゥン、ぜひ君に協力を仰ぎたい。君のその得意かつ優れた能力、それを無駄にはできん。ぜひ我が軍の主力として君を迎えたいのだ。ああ優れた能力、いやいやそれほどでも。今後は我々の強化方針と指示に指揮に従い共に行動してほしいということだ。共通の敵を持った者同士結束する必要がある。勝手な行動は慎んでほしい。勝手な行動って？言葉通りだ。場合によっては君の勝手な行動が我々さらには住民たちのリスクを生み出す可能性がある。集団戦闘の基本だ。さっきは確かに助けてもらいました。それについてはお礼を言います。今回はちょっとだけこいつが冴えなくてご迷惑かけたけれど、いつもは私とこいつで頑張って街を守ってるんです。なのでお構いなく。マント姿の兵への興味も指揮官の話で打ち消され、私はその場をすぐに立ち去ったのだった。その時の私はやっと馴染んだこの暮らしが瓦礫のように崩れ落ちる未来が来るとは考えもせず、同じような日々が続くと信じていたのであった。工業地区重力嵐に消えた区画が復活。しかしネビー被害により町機能に障害多数。政府の対策遅れに市民の不満の声、市長ボルシー弁明会見後行方知れず。